よかった。まさかと思ってここに来てみたら、燃え盛る社の中に君がいたから心臓が止まるかと思ったよ。ダメじゃないか、危ないって言っただろ。どうしてうちでおとなしくしていなかったんだ。でも何、もっと言ってやって。僕が止めても全然効かなかったんだから。だけどこれは君だけの責任じゃないね。え、犯人はあいつだ。君と一騎のファンが神社で鉢合わせるのあいつが画策したんだ。あいつって誰？とにかく帰ろう。君を家に送り届けるよ。行こう。え？俺に？バカだな、君は。そんなことのために、それを聞くためだけに俺に会いに来たのか。こんな怖い思いをしてまで、俺はね。え、水？うわ、雨だ！何この豪雨！雨自体は大したことないけど、複合で来るとまずい。どこか屋内へ行こう、急いで！大丈夫。呼吸めっちゃ苦しいけどね。全力疾走疲れる。駅の中に入ろう。ひどいありさまになっちゃったな。ここから電車に乗ってどこかに、あ、無理だな。電車ごと脱線する可能性もあるし。脱線？勘弁してください。雨が止んでればいいけど、すぐに止むようなものでも。え、何？この音、エアコンか。冷風が吹き出してきてる。直撃してるとどんどん体温を奪われてしまう。駅員はどうせいないな。いても見つからないようになってるはずだし。寒いよね。大丈夫？大丈夫なわけないか。体感温度的には0度以下だ。びしょ濡れで冷風に吹きつけられてるんだから。低体温も危険だ。動けなくなったところに何が来るかわからないし。あ、地上から水が流れ込んできたね。仕方ない、地上に出よう。ここじゃない屋内を探すんだ。ついな、君の家とは遠ざかってる。いや、今さら家の中にいても危険度は変わらないか。それにしてもここは、そうだ、ここは危ない。こっちに、足元に気をつけて。大丈夫、俺が引っ張るから這い上がって。よかった、無事だったね。マンホールの蓋が外れてたんだ。雨のせいで見えなくなってた。無事だったけど、すごく怖かったですよ。にしても、こんな連打で来るとはね。今日が君が死ぬ予定の日だからか、それとも他の理由があるのか知らないけど、随分攻撃が激化してきてる。これ以上ここにいるのも危ない。次は電柱が倒れてくる。行こう。
俺は今も未来なんか見えないよ。ただ経験してるから相手の手口がわかるだけなんだ。イレギュラーの存在を世界がどうやって消すか、どうやって殺そうとするか、それを誰より熟知してるんだ俺はね。え、この音。まずい、今度は雷かもしれない。雷は避けようがない。まだ走れる、逃げるよ。大丈夫。そうか、君さっきの煙で喉をやられてんだな。ならあまり走るのも無理か。仕方ない、屋外よりは安全だ。大学に入ろう。雨がないだけでもマシかな。少し休めると思うよ。よかった。ねえ、座ろう。苦しいね。喉痛いね。でもよく頑張ったよ。まさかこの大学で25日を迎えることになるなんてね。君は8月1日、この大学に来て実験棟の爆発に巻き込まれたんだ。そして24日後に死ぬ。それがこの世界で起きた一度目の出来事だった。歴史は繰り返すって言うけど、結局は同じ死に方をさせたいんだろうね。今日ここで君が死ねば全ての辻褄が合うから。でもそんなことはさせない。君だけは生きた明日を迎えさせる。何？質問なら今のうちだよ。次は何が起きるかわからないからね。それは…ああ、本当だ。君が生きて8月25日を乗り越えれば、死の運命は今度は俺に降りかかってくる。俺たちは二人同時にはこの世界にいられないんだ。いいんだよ、どうか嘆かないで。俺はね、一度君を失ったんだ。他でもないこの世界で。でも俺はそれを受け入れられなくて、君を失いたくなくて、俺は何度も何度もいろんな世界を渡り歩いてきた。君が生きている世界を探して。でもね、君と俺が揃って存在している世界はここだけだった。この世界以上に他の世界はダメだったんだよ。それに気づくまでに俺は何度も他の世界で失敗して。うわ、今度は何？向こうの方から火が出てるよ。当初の予定通り実験棟が爆発したってこと？まずいよ、どんどん死の運命のレールに乗ってる。右京と一緒に逃げなきゃ。右京？今は23時30分。あと30分以内にお前が死ねば、全部丸く収まるってわけだ。ったく、バカだよな。お前を助けるために、俺は何度も死んだんだぜ。何？さっきと雰囲気が全然違う。俺はさ、お前が存在してる他の世界へ移動したんだよ。お前に会いたいって、それだけでさ。でもな、ダメだった。8月25日以降もお前が生きている世界じゃ、俺はもともと存在してないんだ。それでもお前さえいりゃいいなんてカッコつけて移動してもさ、うまくいくわけねえんだよ。そんなとこに無理やり割り込めば、そりゃその世界は俺を排除しようとするよな。俺の存在そのものがその世界にとってのイレギュラーなんだから。世界が存在を排除しようとする力、それこそが死の運命ってやつなんだ。え？じゃあもしかして右京は？だから俺はお前に会うために、会うために死んできたんだよ。お前に生きていてほしくて他の世界へ行って、
代わりに俺が殺されてきたんだ。お前に会って死んで、またお前を探してあらゆる世界を移動して無獄死に続けた。なのにそれでも俺のお前に生きていてほしいという願いは叶わない。なんたってお前が生きていることを俺が生きて確認できてないわけだからさ。この願いが叶わない以上、俺は解放されることはない。また無残で無意味で無価値な死から俺は抜け出せないんだ。無教？ああ、俺は警告したよな。俺を信じるなってさ。早く！君の首を掴んだ右手を右京の左手が止めてる。早く俺から離れて。てめえなんで止めんだよ。彼女は死なせない。彼女だけは生きて明日へ送り出すんだ。はあ、ばっかじゃねえの。その女のせいで今まで何度死の苦痛を味わったと思ってんだ。痛かったよな、苦しかったよな。人が一度経験すりゃ済むことを何度も何度もこの体で体験してきたんだぜ。そりゃ地獄に決まってる。正気を失うのも仕方ねえさ。だから俺なんて人格が生まれたんだろうが。なのにお前はまだこの女を守ろうとすんのかよ。この女と俺の共存を世界が許さないなら、こいつを先に殺せばいいんだ。今まで俺たちがしてきたみたいにな。言うな。大丈夫？来るな。俺に近寄ったらいけない。あいつが言ったことは本当だよ。俺は今まで何度も君をこの手にかけてきた。自分が死から逃れるためにこの手で君を殺したんだ。何だって？他の世界の君を俺は何度も何度もこの手で殺した。君を殺して死を回避しようとしたんだ。強制的な死は残酷だ。引かれたり潰されたり焼かれたり刺されたり墜落したりバラバラになったり、せめて楽な死に方であればいいのに、そんなことはほとんどなかった。それが怖くて、あまりにも苦しくて、俺は君を、だからそのままお前を殺した世界でせいぜい人生を謳歌すりゃいいものを。俺は罪の意識に耐えられなくてまた別の世界に移動しちまうんだ。お前がまだ生きてる世界にな。付き合い切れるかよなあ。ほら殺せよ。この女が死ねばまた元通りだ。俺は引っ込んで、俺は泣きながら他の世界へ移動するんだろう。そんでまた死んだり死なれたり殺したり殺されたりしようじゃねえか。それはできない。移動するのはこれが最後だ。もうニエルにも世界を移動する力は残ってない。ここで彼女を失えば俺は二度と彼女に会えない。他の世界では必ず失敗するから。ニエルは最後の力でこの世界の時間を巻き戻したんだ。え？ニエル？まさかニエル様？ああ、やっとわかった。僕はこのために送り込まれてきたんだ。僕が君に引き寄せられたのも偶然じゃなかったんだよ。ニール様、そこにいるんですか？ニール様！いた、けど弱い。魔力が全然足りてない。このままじゃニール様も神でなくなってしまう。
なんだ、そこになんかいるのか。まあどうでもいいか。何がどうか、俺はお前さえ死ねばいいんだからよ。逃げるんだ、早く。向こうの方が赤い、火が広がってきてるんだ。もう時間がない。ねえ、いい？よく聞いて。僕は運命を変えられるのは神だけだって言ったよね。その神がニール様がそこにいるんだよ。君と右京が二人とも生き残る方法はあるんだ。今夜12時、日付が変わる瞬間に君と右京の運命は逆転する。それまでに君が生き延びて右京の願いを。今度こそ俺はお前を。な、畜生、またかよ。逃げるんだ。行け、早く。逃げたきゃいくらでも逃げろよ。回れば回るほどお前は死にやすくなるんだから。おかえり。俺が先回りしてて驚いたか。お前の行き先が分かってるみたいだったろ。ネタバラシしちまうと理由は簡単なんだよ。時間を巻き戻す前のお前が事故に遭ったのがこの教室なんだ。だからほら、お前もうまいことここに誘導されてきただろ。実験棟ってのは便利だな。こんなもんまで用意してあるんだからさ。今の時間は11時58分か。あと2分やり過ごせばお前は生きていられたのに残念だったな。バカだな、俺の最後の抵抗ってやつか。
逃げるんだ。火の回りが早い。急いで。いいよ。もういいんだ。俺は何度も君にひどいことをした。もう諦めなくてはいけないと分かっていたのに。一度君に笑いかけてほしくて、その願いのせいで何度も君をこの手にかけた。だから俺はもういい。こんな罪深い俺は生きていてはいけないんだ。本当にもういいんだ。俺はもう満足なんだよ。君が好きだよ。その君が生きていてくれた。これからも君が生きていてくれる。そしてそれを俺がこの目で見られた。だからもういいんだ。